そろそろ時間ね。今日の練習はここまでにしましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。うん、疲れた。アコ、このくらいで弱音を吐いていては先が思いやられるわね。特にドラムは体力が大事なのだから。うん、まあまあ、アコお疲れ。ほい、クッキーどうぞ。アコのリクエストにお答えしてキャラメルクッキーにしてみたよ。ユキナもこれ食べてリラックスリラックス。ええ、いただくわ。今井さん、彼女がバンドに加わると聞いた時は実力もないのになぜと感じていた。でも今日のクッキー、いつもよりもうまく焼けた自信あるんだよね。どう？美味しい？今日のクッキーもすごく美味しいです。もう一ついただきます。リンコにそう言ってもらえてよかった。次も張り切っちゃおうっと。今井さんがいるだけでバンドの空気が明るくなっている。二人とも食べてばかりいないで片付けも。そんなこと言って慌てて片付けるとまた転ぶんだから気をつけてよ。よし、それじゃあ私は生産と次の予約してくるね。さよたちはスタジオの現状復帰頼める？できるとこまででいいからさ。彼女が主体となって何事も手際よく進めてくれる。今となってはなくてはならない存在ね。練習いつもよりハードだったけど、その分すっごくいい感じだった気がする。リリはどう思った？うん、私もうまくいったと思う。さよさんのギターは今日も超かっこよかったですよね。リズムもテンポも正確で、弾いてる姿もバーって感じで、さよさんの右手にはこう音楽を司りし聖なる、とにかくそういう感じのがいるんだと思います。アコの表現はよくわからないけれど、サヨ、あなたの演奏はとても正確ね。今日の演奏も問題ないと感じたわ。これからもその正確さを持って精進して。正確さ？サヨ、どうかしたの？ええ、そのつもりです。こっちは生産と予約終わったよ。って全然片付いてないじゃん。もうすみません、ついお話をしていました。まあ、それだけ会話が弾むようになったならいいけどね。よし、じゃあ片付けを。私、少し気になるフレーズがあったので残って練習をしていきます。そう？それじゃあギター周り以外は片付けておくから、後のことはよろしくね。ええ。さよ。ダメね、何度やってもしっくりこない。テンポもリズムも正確なはずだけど、それ以上でもそれ以下でもない。私は音楽性に左右されずに評価されるからこそ、高い技術や正確さを信じてやってきていたつもりだった。それは、ヒナに負けないため。それなのに、ヒナと比べて、テンポもリズムも正確のはずなのに、自分の演奏が、とてもつまらないわ。なぜ？まあまあまあ